月末に、ね、会社の後輩連れて川に行くんだけど、その時もこっち通るかな。川地のね、トモロダムのバックウォーターからサップ、スタンドアップパドルっていうね、まあ、サーフボードのでっかいの、まあ、サーフボードじゃないんだけど、その上に立ってパドルこぐというね、乗り物がありまして、それをね、ちょっと後輩に体験させてやろうかと思ってるんですが、時間次第だな、予約の時間をちょっと午後にしてもらってこっち通るか、ちょっともう午前中やって午後ツーリングするか。やっぱこっち通って午後にやってもタップを乗ろうかな。これこっち行くとね、仮想峠、狭い峠なんだよね。このバイクで入るような峠じゃありません。小さいネイキッド、大きさの方がね、小回りしたらいいね、仮想峠は。いやしかし、寒いよ、寒くて笑っちゃう。さあ、次の交差点、右行くと日光。あら、アジサイ綺麗だな。これをまっすぐ行くと足尾の。よくね、昔釣り行った川、松木渓谷 4.2 キロ。はい、まっすぐ行きますよ、飯食いに。右に行くのは、あと飯食ってから。ああ、しかし、寒い。霧降り高原をもっと気温上がってから行かないと、これ死ぬぜ。寒くて。何を食ってんだ。そういえばね、その、松木渓谷の方にジムにでっかい犬乗ってて、いたのがいたんだけど、大ちゃんってね、大きく名前も書いちゃって。もういないんだろうな。ここ狭いんで注意ですよ。右走ってるのは渡良瀬渓谷鉄道、もう松尾駅終点ですね、ここが、SL も走ります。スズメがチュンチュンチュンと、最近のスズメ逃げるタイミングが遅いよね、昔と比べたら。渡良瀬の源流ですね。122号沿いに行く川は、支流になります。名前なんだっけ、忘れちゃったよ。両駐車場なんてあんだ。ほら、ダムコート。あとで写真撮ろう。
釣り人の車多いね。釣りだけじゃないんだよね。登山やる人も来るからな。